はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、こちらですね、いつもの、100連シリーズになるんですけど、今回は一味も違いますよ。今回は一番強いローデツ97レベルに挑んでみるんですが、こちらですね、五条悟で、だから青き最強五条悟を使ってまあローデツに挑める可能性もあるということで、今回こちらやっていきます。いや、どうなんだろうなこれ。いや、ちょっとまあとりあえず行ってみよう。はい、勝てるかどうかはわからんが、参らしていただく時もある。10回引く、行きます、100連。あ、ちなみにルール説明大丈夫だよね、いらないよね、今までの100連です。はい、で、こちらで出たキャラクターが僕のメインで編成して、で、ローデツに挑むという形です。行きます、さあ来い、頼む、お願いします。あ、いいんじゃない、村瀬カピカピ行け。あ、でもももちゃんオッケー、ももちゃんいる。これももちゃんは一応最近のルールとして、まあ、SR ももちゃんでも、SSR ももちゃんでもいい形に、ごめんなさい。あ、でもこれなしにしようかな、それやめるか。 SR で言う、 SR で行くわ。はい、 SR で行きます。止まった、大丈夫かな。ちょっとでもこれ訪れしてると思うんだけど、多分そんな訪れ関係ないんで、行きます。はい、ということで、じゃあ行きましょう。多分訪れ関係ないんで、画面だけスキップするんで、行くぞ、次行け。学長出た、オッケー、学長出たの、これ大きいぞ。ね、とりあえず学長とももちゃんかな、今のところはそんな感じ。では次行きます。さあ30連目、行け。とりあえず男子、まあ、ちょっと訪れはちょっと許してね、訪れは許して、画面だけ見て変化してる。そう、よーし。いや、これメインで来いよ。メインで出てよ。あ、でもこれ待って、ゆうきくんと、あ、これもう、いやでも無理か、五条先生ちょっと軽く少ないんだよね。いや、でもまあなくはない、ゆうきくん、五条先生、学長、ももちゃん、もう全然今でも正直あり。でももうちょっとあるでしょ。なんか誰がいい、これ、いる、行くとしたらどうなんだ、これちょっと待ってね、これちょっと訪れ許してね。はい、あー、ゆうきくんか。いや、今んとこは多分レアゆうきくんと、学長とももちゃんと、五条先生かな。いや、でもここで五条先生引いたらめっちゃ大きい。これ次の50連目はちょっと音直しますので、はい、じゃあ次残り50連いきましょう。よし、それじゃあ改めて50連、最後いきたいと思います。さあ行くぞーい、頼む。いや、でもまあ正直もう五条先生出てるから、まあ結構十分って言ったらあれなんだけど、まあ一応もう駒は揃ってるかなっていう感じ。あとは5体目だよね、5体目のキャラクターがまだ実はいないんですよ。 SSR キャラクターぐらいしか、だから SSR キャラで言うと五条先生だ、今と五条先生だけ。赤っ、あーでも影、あ、いいじゃん。あ、いや、え、東堂影だっけ、いや違うわ、東堂影じゃない、幻だ。影が弱点かなって思ったんだけど、幻だとちょっときついな。だったら証拠ありだね、証拠もちょっとこれ考えましょう。証拠影だし、あと回復ってことで、ゆうきくんが例えばやられた時に、まあ、証拠を出せば、その他のキャラクターたちをちょっと、そのバフキャラとかを助けることができるっていうことで、あー、そうだね、これ証拠いこう。うん、ちょっと今攻撃アタッカーが全くいないので、ちょっと長い戦いになっちゃうかもしれないんだけど、青五条先生と、いやでもさ、五条先生の強みってやばい、デバフだと思うんだよね、火力、相手の火力をデバフさせることだから。いやでもいや、ちょっと長い戦いになりそう、行きましょう。よし、ということでこれで行ってみるか、どうなんだろうな。もうはっきり言うと火力不足なんですよ、火力不足だから、もうちょっと火力重視にしました。本当はこれを学長につけたいなって思ったんだけど、もう賭けでいつかの願いのみでいきます。いやー、正直、まあとりあえず理想としては、あ、でもね、あれグレードを上げたんですよね。でまとめて解放もしちゃっていいんだけど、ちょっと今回はこれ、五条先生にまとめて解放しよう。これ五条先生の火力を多分上げないといけないから、レベルマックスでしょ。これね、グレードをまとめて解放いきます。はい、あー、でもこんだけか、そうだね、まだ呪物収集あんまできてないんだよね。で、これでちょっとなるべく少しでも学長たちの
耐える、耐えてもらう。オッケーオッケーオッケー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これでだいぶちょっと強くなったというか、でレベルも109にすればだいぶ耐えれると思うんで、これで呪骸大進撃も上げとくか。そうだね、呪骸大進撃も上げます。これやっぱり呪骸大進撃のかなり貴重さも出てきたんでね、これもレベル10にしてもいいかもしれない、呪骸大進撃で。ももちゃんは影が一応推奨特性影なんで、多分生き残ると思うんですよ、ももちゃんは結構。だからで、ゆうきくんはあえて申し訳ないんだけど、グレード強化しません。これ11、いやでも11にしていいのかな。ちょ、あえてもう必殺技打ったら、もうゆうきくん言い方あれだけど、まあもうだいぶお役御免まではいかないけど、ちょっと翔子と切り替わってほしいから、ここはあえてゆうきくんそのままこれでいきます。はい、ちょっとやられやすい状況で。いやでも大丈夫かな、グレード11だけしとく。いやー行こう、これでいこう。はい、ということでじゃあいきます。まあ、よし、大丈夫でしょう。大丈夫かな。まあ学長がだいぶこれで強くなった。これで結構学長やられやすかったんだけど、ちょっとはやられにくくなったはず。あーでも2万はいってないのか。これ有機クイーンでもガンガンいきますよ。これは16支援して収束と打撃、もうガンガンいくとしても、でも無限の収束だな。はい、みんな頑張って。最後のフィニッシュができれば有機くんがしてくれると非常にありがたいんだけど、とりあえず16。うわー危ねえ。待って、これ使おう、使います、これ1回使います。しゃないしゃないしゃない、これはしゃない。防御決壊し、いや しなくていい、16進、うん、で収束と打撃でいいか。これは必殺技、じゃあちょっと入れさせていただきましょう。これでも早めに回復、ちょっとゆっくんやられたらマジでやばいんで、今はね必殺技の時にちょっとゆっくんは残ってもらわないといけないので、 OK、 学長だったらまだいいかな。でも7ターン、あと7ターン耐えないといけないんだけど、でもよ、でもこっからほとんど一撃で倒せるはず。ワンターン、1ターンで一殺できるんで、無限の収束。でもあれなんだよね、ウェーブにも結構キャラ多いんだよな。腰の導き、追い風する今なら俺でも、これでいいか。で無限の収束でいけるね。ちょっと軽く取りましょう。こうして、で次ウェーブ2。でもウェーブ2もね、全然あるからな。キャラクター何体だったっけ。そう、3体いるんだよな。まあでも行くしかない、追い風。磁力支援がもうないっす、磁力支援が打てません。無料の、とりあえず2体にする。大丈夫、一旦一殺ができればだいぶ大きいから。無限の収束、よし。で痛い、あーまあ五条先生 OK、 五条先生は OK。 腰の導きで、ここ追い風できないんだよね。ここちょっときついな、磁力支援で。無限の収束でいいか。いや待て、これいやいいか、無限の収束で、磁力支援して攻撃からの無限の収束。はい、でここで五条先生の火力、いやダメだ、ゆうくんがやばい、ゆうくんがピンチ。もう行きます、これ行こう行こう行こう、早めに行っとかないとやばい、これはやられちゃうので。無限の収束で行く。いやでもな、これ無加減一発打っときたいんだよ、正直言うと。ここ一発無加減いきたい、ゆうきくんが耐える。あといつかの願い回復したいから、ゆうくん耐える、一発は耐える。大丈夫、危ねえ、よしよしよし、よく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 、これいいぞ。で、腰の導き、まあ、追い風、基本的にやっとこう。攻撃で、これ術式の開示しとくか。もう一旦必殺技、いや大丈夫かな。いやこれ引き付けする、いやこれ倒しちゃうかな、倒さない、倒れない、倒れない、お前は倒れない。倒れた。余裕で倒れた。火力上げたね。でも一応無加減は入れれたんで、すぐバフはかけれるようにはした。これね、一発あれだな、青打ちたい、打ちたいけど、いや青だな、これ青打ちます。もう準備できてるから、追い風、今なら俺で呪錬素術、まあ、こうかな。まずはでもあんまり火力は入らないはず、火力は入らないけど、やっぱり術式 30% オフなんですよね。術式 30% オフだから体術が入らないんですよ。いけ青、でもある程度の体力までは 30% オフで済むから、まあ、30% オフでもこんだけ入ってる時点ですごいんだけどね。これでとりあえず、モブキャラ倒した。で次もしモブキャラが出てきたら、一応影で弱点つけるももちゃんが、必殺技を打って対処する。5000、うわ8000、よ、まあまあでもゆっくんナイス仕事、良い仕事でした。でも磁力がだいぶもう足りなくなってくるね、これ。いつかの願い打ちます。でここで反転術式勝で、こっち
ここからなんだよね。もうこれは賭けに出る。術式の開示をずっとして無限の収束するか。いや悩むな。無限の必殺技が多分たまらないんだよな。一旦火力下げる。一旦火力下げようか。でも多分これ結局自利品になってくるんだよな。無限の収束。あでも待って、翔子レベル上げてなくね。翔子レベル上げてないのまずいな。まずいですね。更新の導き、これ一発耐える。これ打ちます。これ打てば多分耐えるんで。学長か翔子。翔子、いや最悪。翔子大丈夫。1万は減らん。さすがに無限の収束あるからね。一応 60% ダウンがあるので、勝してしかも30何パーもあって、全然食らわないと思う。これだったら大丈夫大丈夫大丈夫。ポンコツだったり、オッケー、1500、よしいいぞ、8000で更新の導き、風なぎ、翔の無加減。これいい感じに必殺を1回貯めてから、こっから火力ゴリゴリ上げていきます。はい、打撃して、これで、あと4ターンぐらいすれば必殺技多分たまるから。あー、ここでじゃあももちゃんを、とももちゃん打ちます。ここで可愛く叩き潰す、反転術式勝をで無加減からの、あと、バフ、自バフかけて、それで青がたまったタイミングで打つことができればいいかな。でも残念ながらスタンはしない。危ね、やばい、もう一旦来た。あーやばいよ。これブレイクする、やばい、ブレイクする、ダメだ、これごめん、ブレイクするわ、ごめん、ちょ、上げてる暇ない。無理、ダメージ下げる。絶対ブレイクはできないんだけど、30%、過去たったい。あー、ナイス、危ねー、ももちゃんに行ったの、マジで大きい、これ大きいぞ。危ねー、術式の開示、はい。さあ、あと2ターンこれやる。この次のターンで、溜まるんで。あ、しかもこれ今一旦五条先生に行ったら大きいな。キック、風なぎ、術式の開示、これももちゃんに行ってくれ。ももちゃんか五条先生だったら当たんない。痛い、あ、当たる、やばい、死ぬ。わーさ、これはやばいんじゃないかな。これもダメだ、もう打たないといけない。でとりあえずブレイクはする。いやー、正直これかなり、きついです。きつい状況でございます。こっからきついんだよ。ブレイクしたとて、こっから体力がさらに 40% 受けるために減るのよ。 30% と、あともうちょい、もうちょい、多分3分の1こんぐらいになったらさらに 40% 減るから、きついんだよな。もうこれだったら勝ち筋、無加減、これして火力復上げて、間違えた、上げて術式の解除、これしかないわ。これで準備できてるから、追い風はまだし、あ、追い風とか無限の収束、これでダメージ下げてもちょっとずつやっていくしかない。11万なんだよな。大丈夫、これは大丈夫。そろそろ、いや、肝骨だってきた、肝骨だってきたね。可愛く叩き潰すで、ここで火力上げよう。これで火力上げて、で、3積みして青だね。3積みしてから青、これさ多分な、あ、いや、ちょっと待って、実績、あー、上がっちゃったか、これ待って、あー、上がっちゃったか。いや、本当はこれになる前に青を打てば、40% 入んなくていけんのかなと思った。手加減してやらねえぞ。これはね、今これ無加減消えてるよね。じゃあダメだね、これ引き付けやっても。じゃあもうこれやるしかない。もう火力下げても仕方ない。もう少しでもかけにかける。終わったわ、みんな、終わったわ、終わったかもしれない。いか、風投げだ、さよなら。やっぱそうだね、術式相手はやっぱりちょっと厳しいね。うん、そうか。いや、でもこれ燃えてくるね。やっぱ大術のキャラクターが出て、いや、要は伏黒当時のガチャが出たら次またリベンジみたいな感じになるのかな。それか夜虎杖くんをゲットして大術でいく。うん、だからやっぱり東堂でよかったんだな。はい、まあ、とりあえず、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録をよくよろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。